金光国蔵金光国蔵は、日本の政治家、衆議院議員、初代魚津市長、弁護士、兵庫県出身、1918年立命館大学法律科卒、弁護士となり、神戸市議、兵庫県議を経て、1942年の第21回衆議院議員総選挙で、兵庫一区から大政翼賛回の推薦を受けて当選する。戦後、 大政翼3回の推薦議員のため、公職追放となる。その後は、富山県下付家片村で弁護士を営んでいた。1951年追放解除。追放解除後の1952年4月1日、合併により、魚津市が発足、市長選挙に立候補したが、候補者は、金光和とのため、無投票で当選した。5月10日に正式に就任。 就任から2ヶ月後の7月に大水害が起こり、翌年9月にも同じように大水害に見舞われた。そのため、災害に強い都市計画を迫られた。その一方、上水道の工事に着手し、市内に日本海側最大の私立水族館が開館した。合併から2年後に、魚津市は有料合併市として表彰された。魚津市長は一騎務め、 1956年に優退した。その後は立命館大学兵庫県交友会会長を務め、2001年に104歳で死去した。ありがとうございます。